本日2023年、5月の2日神戸市民の淡井圭介です。プロ野球界へのメッセージです。それとあと他のスポーツ業界への同時で、メッセージです。ペナントレースとか終わった時に優勝した時に馬鹿げた行為、シャンパンファイトと呼ばれる、日本のプロ野球業界だったらビールかけとかするでしょう。あんなことしても資源の無駄遣いだから本当にやめなさい。再三数年前から警告してます。もうその件も裁判であげますから、本当に。ね、あなたたちの口座差し押さえますから。もういい加減にしないと、ひどい挑発行為。しちゃダメなの。一般人の人たちに向かってそういうこと。覚えることだから覚えなきゃなんない社会人なんだから。それがテレビに出る人間の資格。しっかりとしてください。以上。あと、F1 とかも同じですよ。ああいうふうなところで、よその国から入ってきたね、シャンパンファイトとか、あれもともと何が原因かって言ったら、ね、スポンサー企業とか F1 とかについたりしてたでしょ？オートバイのレースとかでも同じ。で、そこの国がもともとシャンパンとかを作っていたでしょ？で、そのシャンパンを売りたかった。だからシャンパンファイトとか馬鹿げたことをし始めた。これが由来です。お金でいちいち物事を判断しない。していいことと悪いこと、普通に考えたらわかります。一般の社会であんなことしちゃったら捕まります。刑事事件です。テレビの放送だから何でも許されると思ったら完全に違います。テレビに出てるからこそきちっとしなきゃならない。だから世間様に迷惑をかけるようなことはしちゃならないって、こういうことをきっちりと、結論付けなきゃならない。で、こんなことはもう10年以上前からプロ野球業界に言ってますよ。僕がいなかったらあなたたちも世界大会優勝できなかった。これが本当の話です。もう随時もうずっと淡井圭介がチェックしてきたその内容とか照らし合わせたら全部わかるでしょ。違法行為してた人間はどうなっていたか。それ神がかり的な力とかでどうにかしてるだけですから。以上です。